ニコロンでーす。さあ、今日は、私たちの普段の声優のお仕事の様子を皆さんに少しお届けしたいなと思います。私たちチーム Y 実は声優なんです、wow. ということで、普段なかなかお見せすることのないこう収録の様子をちょっと撮らせていただけるということで、今日はカメラを回していきたいなと思います。今回はですね、ブラウンダスト2という、チーム Y3 人とも出演していますゲームの ASMR の作品の収録です。なのでこのようなですね、じゃじゃーん、皆さんも見たことあるかもしれないダミーヘッドマイクという特殊な人の顔の頭の形をしたマイクで収録していきます。下にこう立ち位置が番号がね書いてあるんですよ。台本にねこの番号も書いてあって、その立ち位置で至って収録します。今日ねエクリプスさんというとっても素敵なセクシーなお姉さんの役ですので、皆さんをねドキドキさせるような、作品になるように頑張って撮りたいなと思います。チーム I、 よし、綺麗になったわ私ふわふわのこっちの方が好きなの。あなたも嫌いじゃないでしょう。よいしょ。今度はこっちを掃除するから楽にしててちょうだい。ありがとうございます。ブラウンダスト2、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 ブラウンダスト2。今日は長丁場ということで、水と美味しそうなパンがたくさんありました。ありがとうございます。チーム Y、 最初です。演じたキャラクターの ASMR 作品という形での収録は初めてなのですごく楽しみです。いつも演じているルーちゃんの ASMR ということで、ルーちゃんはねあのちっちゃい猫ちゃんみたいな子なんですけど、すごく ASMR と合いそうな子だなって思います。ささやき声が合うタイプの子かなと思うので楽しみに撮っていきます。 Let's go! チーム Y、 お願いします。静かに静かに、そーっとそーっと、起こしちゃった。目を閉じてただけ。そっか、寝つけなくてまだ起きてたんだ。今夜はこの冬一番の寒さだから。ブラウンダスト2、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 ブラウンダスト2。チーム Y、 あやすちゃんです。皆さん聞こえてますか。ただいま、ブラウンダスト2の、ルーちゃんの ASMR の収録が出てまいりました。ルー、寂しがり子猫の恩返しということで、ルーちゃんが眠れないお兄さんのために、素敵な睡眠方法で寝かせてくれるという、そんな内容になっております。このね台本の睡眠方法、私も見かけたことあるんですけど、いつもねやってみたいなって思いながらも、眠れない夜に限ってそれを忘れちゃってて、絶対次の眠れない夜こそやってみようと思います。っていうかこの音声を聞いて寝たら絶対よく眠れる。ルーちゃんに皆さん寝かされてください。というわけで ASMR の収録はね、このようにあの有名な頭を使って、頭マイクを使って、こんにちは、ぐるぐると、ね、下に番号が書いてあるんですけど、この中をぐるぐると回りながら収録をしています。右からこうやって聞こえて、これ動画ではわかんのかな、
聞こえてきてますし、こうやって回ると回ってるように聞こえる。これね、チームワイでも一回購入を検討したことあるんですよ。でもすごい値段するからね、あと保管とかも絶対にちゃんとしたスタジオさんじゃないとできないと思うので断念したんですけれども、はい、憧れのマイクでございます。いつかはワイでもやりたいですねというわけで、こちら今回チームワイの3人とも、ブラウンダスト2のキャラクター演じさせていただいてるんですけども、今回ダウンロードできるということで、しかもミコロのキャラクターエクリプスはなんと1年間無料でダウンロードできる。すごいね、めっちゃすごくないですか。すごすぎる。というわけでミコロのキャラクターはもちろん、リュウちゃんもアイミンの演じるキャラクターもぜひ聞いてくださいね。バイバイ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。チーム Y。 はははは、お願いします。セラザード、天才錬金術師も褒められたい。あなた、ただいま。今日錬金術の研究でいいもの作ったの。なんだかわかる？だから触っても大丈夫なのね。手貸して。プニプニ冷たくって気持ちいいわよ。ちょ、こら待ちなさいってば。もう、でも動いちゃダメだからね。あなたは何にも考えないで身を任せちゃっていいの。100万のみんな、愛してるよ。左耳